画面は札幌競馬場です。第2レースダート 1700m の2歳未勝利戦ファンファーレになっています。実況でご覧いただきましょう。札幌競馬第2競走2歳未勝利戦ダートコース 1700m 出走馬11頭です。札幌競馬場好天です。風は緩やかに吹く程度。スタンド前の芝の上ではシートを広げて座って観戦されているファンの姿が多く見られます。夏競馬ならではの光景。さあスタンド前での枠入り各馬収まって、最後11番キーチキング収まりました。スタートしました。まずスタンド前1コーナーへ向かいます。広がっています。何が行きますか。内から1番メーテルコート、5番のミルトプライム出ていきます。3番手コパノスタンディ、あとはサグアロです。シゲル神風も行って外11番キーチキング、あとナチュラルリバー、サンデーヒーローピスティスが行ってモズ働き者、最後方は7番ケイ軍の一角。各馬第1コーナーをカーブしていきます。1番のメーテルコート先手を取りました。リードが1馬身、2コーナーをカーブします。5番のミルトプライムが2番手、1馬身差3番手につけました。6番シゲル神風向こう上面です。あとは1馬身差、外に11番キーチキング、内は3番のサグアロ、向こう上面から3コーナーへ向かいます。その後は3馬身差、2番のコパノスタンリー追走、これをかわすか10番のサンデーヒーローです。あとは3馬身差、中段の後ろ9番のナチュラルリバー追走しまして、モズ働き者ピスティス、最後方7番ケイ軍の一角。各馬これから3コーナーを迎えます。今度は先頭変わって5番のミルトプライム、ミルトプライム先頭に変わって3コーナーをカーブ、残り 600m を通過。これを見て6番のシゲル神風進出、さらには一気に10番サンデーヒーロー上がっていきました。その後は1馬身差、追走する9番ナチュラルリバー、今4番手、その後には3番のサグアロです。残り400を通過、第4コーナーを迎えます。わずかにここで先頭は6番のシゲル神風、第4コーナーをカーブ、外はサンデーヒーロー、その外からは9番ナチュラルリバー、ナチュラルリバーが一気に先頭に変わった。2番手は10番のサンデーヒーロー、残り200は通過している。6番のシゲル神風いっぱいか、変わって追い込んでくるのは8番のモズ働き者、3番サグアロです。完全に9番のナチュラルリバーリードを広げた。今ゴール。2番手は10番のサンデーヒーロー、3番手は最後変わったかどうか、3番サグアロが3番手に上がったか、内は6番シゲル神風、差がなく外8番モズ働き者、9番のナチュラルリバー、4コーナー外を回って一気に進出、直線先頭リードを広げました。快勝です。1分47秒8の勝ち時計。10番のサンデーヒーロー2番手、あと3番手は3番サグアロか、内は6番シゲル神風、上がり4ハロン53秒03、3ハロン39秒9です。札幌競馬第2競走2歳未勝利戦ダートコース 1700m、9番ナチュラルリバー快勝です。2番手10番サンデーヒーロー、そして3番手は最後3番サグアロ、3番手に上がっています。到達順は1着9番ナチュラルリバー藤岡祐介騎手です。ルーラーシップ3区、2着は10番サンデーヒーロー、3着3番サグアロ、そして4着が6番シゲル神風、5着8番モズ働き者です。レースの確定までお待ちください。ここは11頭中8頭が初ダートという、ね、はい、メンバーだったダート 1700m の2歳未勝利戦、その初ダートの中の1頭9番ナチュラルリバー快勝、大勝と言ってもいいかも分かりませんね。最初図9番10番3番です。3番人気、6番人気、10番人気の順です。単勝9番 9.7 倍、枠連78 20.5 倍、馬連9番10番 89.7 倍、馬単9番10番 177.0 倍、3連複3番9番10番 1432.3 倍、3連単9番10番3番 9208.7 倍です。92万馬券が出ました。確定までお待ちください。新潟